休取ろうって言ったんだけど、過言が産休、育休、結婚、退社、不損ダメだ、いや本体始まりました、ブチチャンネル。さあ、今回ですね、アメリアティア、はい、すごい不安そうな顔をしてますけど、はい、アメリアティアさん、聞いたところによるとちょっと英検準1級取ろうってたんですけど、でも英語取ってないんですよね。はい、だから受験終わってから一回も触れてないですね。やろうと思って教材は買ったんですけど、準一級の単語帳ってなんかちょっと分かるじゃないですか、はい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 、なんかちょっと分かるってやる気でなくないですか、うん、ああそういうこと。なんか全く分かんなかったらやるんですけど。なるほど、うん、ちょっと過去もあったんですけ ど, どこれはどうなんこれはどうなんですか。ライティングとかできんのかなっていうのがねえ、だって東大ライティングあるじゃないですか。いやさっきまでのね、喋りが嘘のように静かになってますけど、これどうですか。 Do you think that Japanese companies need to improve their treatment of female workers? ね、フィメールワーカーズしかのかって、はい、だって東大リスニングあったし東大のできたんですか英語。いやすごい、ほぼほぼノーコメントですけどイエスもノーも言わないよね。型とかありますよね。はい、全部忘れた。全然でもそんな当てはまらなくても全然120、え、東大って何語でしたっけ。50、60ぐらい、60ぐらいから80ぐらいが長っだって俺高1の時に2級の2次に負けて諦めたんですよね。そうなの。私2次が本当にダメで喋れない。なんか髪、お、出てきた熊田プーさんでかいディズニーに怒られないんですか。怒られない。さすがにこれで怒られたら困るわ、ふーさん。軽文の英語ってどれくらいの難易度なんですか。なんかまあエアプの人たちが簡単簡単って言いますよね。あ、じゃあ今年の軽文の入試の話してもらおうかな。ああ、いいですよ。やった。来ました。いや、時間かかった。これ時間計算したらどれぐらいになるんだろう。やばいやばい。よし、日本語が見えるんですけどYou think that? あ、これはやっただけですね。はい、メモったわけですね。産休、育休、結婚、退社、許可する、はい、とチャイルドレイジングと情報。え、待って、これ全然読んでないんだけど。え読んでない。だってほら、use two of the points below ですよ。この中から2つのポイントを使いましょう。あ、でも、まあ、なんとなくなんとなくたまたま、たまたまプレゼンありますね。なんとなくでは、いきますね。I think Japanese companies need to improve their 協力的って書いてある their treatment of female workers. I have two reasons for this. はい、まあ、まあ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 、別にいいですけど、11だともうちょっとかっこいい表現がいいんですけど、はい2級とかね、順にはそれで書く人多いですね。 First of all! さあ、最初一体何だったんでしょう。 Female workers are likely to be pregnant. 妊娠するかもしれない。はい。止まった。それは生物学的にってことですかね。はい。In this case, この場合っていうのは、ね、妊娠した場合ってことですか。They have to take vacation. なんか産休が分かんなくて。あ、まあ、leave っていう単語がね。あ、知ってますか。マタニティーリーブとか。マタニティーリーブとか聞いたことないですか。ない。不産。産休ですよ、マタニティーリーブ。やばい。パタニティーリーブの方がお父さん側とですね。はい、For about the half, a half year. 半年くらいかな、みたい。Half a year です。やばい。
or well after their children birth って書いてます、もしかして子供が生まれたらあafter their child is born とかね。あ、it's born。 うわ。 They must care of take care of ってことですかね。 But I think our society is not willing to え？いや、なんか willing to them なんかこういう状況になんか協力的じゃないよねみたいな。あ、協力的っていう単語が出てこなくて、うん、まだ support them ってことですね。あ、そうですね。動詞が何もないですね。That is That is to say か、これ That is to say の意味なんだっけと思いながら、すなわちですよ。あ、じゃあ全然違いますね。え？すなわち、こりゃすなわち、more and more companies of foreign countries パーミットって許可するだってますか。パーミットは許可するだけど、 you take their children take their children 盗むんですか子供を連れてくブリング子供を、あ、そういうこと、職場にか、あ、いや、それ場所書かなきゃダメですよ、当然。どこに連れてくのか、これだったら、いやいや、ちょっと子供を奪っていってしまうっていう話にしようよ。 But Japanese companies Japanese companies なの、イズなの、あ、not so not so what そうまあまあ、そうじゃないってことを言いたかったわけですね。 not so、はい、日本語Not like that とかね。はい。Moreover, female workers often have to wait on their boss. 上司。何 wait on って。上司、お酒ついたりとか。それ？いや、まあだからそう wait on って言ったらなんかこう waitress とかみたいなイメージだったけど、はいはい、アテンドするですか。で、for example がなんかイチゴになってますかこれ。あ、本当だ。They need to give alcohol their boss って書いてる。ボスのアルコールにボスをちょっと待ってアルコールにデアボスのグラスを与えなければいけないボスかIn office party いや飲みたいが分かんなくてオフィス監視もいるけど、オフィスのパーティーでアルコールさんにボスのグラスをあげなきゃいけないわけですね。はい、はい、ぶっ倒れちゃってもうすごい状況だ。ちょっと待って、やばいすごいな。This situation is likely to have bad influence か a bad influence on female workers feeling まあまあまあ、まあまあそれはね、いきなりお酒に向かってグラスをやらされたらそれ気分良くないかもしれないけど。In conclusion, I think the treatment of female workers is needed to improve. なるほど。申し訳程度に。なるほどね。一刻上に変えましたみたいな。なんですね。はい。いやまあ、高い点は取れないですね。絶対前なんか見てもらった時の方が書けてましたね。そうかもしれない。確かに。なかなかやっぱり理由のとこが弱いっすよね。どう良くしなきゃいけないのかがあんまり分かんなかった。だから子供をその持ってこれるようにする、まあナーサリーなんかができるようにするっていうのは書けばいいんですけど、結局子供盗まれてしまったんで、はい、ちょっと盗まれてしまったし、オフィスパーティーでアルコールにグラスを渡すっていう状況なんで、ちょっと意見をちょっと言えたかなという感じでした。さあ、皆様どう思われますか？めっちゃ叩かれるやだよ。でも英語勉強してないですからね。英語一切やってないので、ここから5ヶ月ぶりとかですか？で2月とかから触ってない。すごい。じゃあここからちゃんとやってください。はいはい。だって準一受けるっていうのは、そのまあ SCBT だったらいつでも受けられますけど、あの普通のやつ、普通のやつだったら10月に筆記があって11月。え、間に合います？でも、まあ、これはいくらでもよくはできると思いますよ。まだまだインプルーブできると思いますけど、それよりはそのリーディングリスニングでどんだけ取れるのかが。え、配点これいくつでしたっけ？だから全部いわゆる100100100100100なんで、全てのセクションが同じなんで、だから1問しかないんで、圧倒的に大事なんですよ。僕があのリーディングバーッとちま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 やってるのと同じですから、配点。わあ、それでズカッと切られるのは痛い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 。英作ができないのが多分スピーキングができない、うん、まあそうですね。これスピーキングはまさにこれでできればパッと言われてパッと答えられるかとか、
ね、あると思うんで、そういう練習はねしていかなきゃいけないと思うんで。 Do you think that it is a good idea for companies to have a mandatory retirement age? Do you think that it is a good idea for companies to have a mandatory retirement age? Mandatory retirement age? Yes. Why? Japan is aging society, so the number of working person is declined. And as a result, the worker must 足りなくなるってなんだ。must be 足りなくなる足りなくなる must be yes to be be not exist must be の後ろにのがついて動詞のエグゼストついちゃった B 動詞の後ろに動詞2個になっちゃった。これ意見としてはそれイエスじゃないですかノーじゃないですか。いやってマンダトリーそうマンダトリーリタイメントエイジっていうのなんですか。マンダトリーって義務ですね。義務あ義務じゃあノーだ。そうそうだ強制的にこう退職させなきゃいけないわけですよ。じゃあノーですね。定年っていうのを設けるべき、も設けるのはいいアイデアですかって言ったら逆のこと言い出したなって、はい、もうダメだ。 The number of workers is insufficient みたいなのとか It's not enough とかですね、そういうのをまあ言えれば全然大丈夫です。 The number of working person って言っちゃった一人になっちゃった、ね、はい、ダメだ。Workers とか Employees とか、まあ、いろいろ言い方はありますので Workforce とかね、労働力とかいろいろ難しい表現は使おうと思えば言えるんですけど、はい、そんな感じでした。ということで、じゃあ頑張ってその10月までに合格できる力をつけてください。はい、はい、ということでアメリティアの英語力見てみました。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching。 うーわーうーわー